人気絶頂期に電撃結婚を発表し、芸能界を引退した高田水江さん。アイドル歌手やタレントとして人気のあった彼女ですが、芸能活動はわずか8年。結婚を機に、全く別の世界へと足を踏み入れることになったのです。高田さんは1967年、フジテレビオーディション番組、君こそスターだで、 第18代グランドチャンピオンとなり、翌年の3月25日に、ガラス坂という曲でアイドル歌手としてデビューしました。この曲をはじめとし、だけど、ビードロコイザイク話しぐれを含めた4曲は連続的にヒット。こうして、第19回日本レコード大賞で新人賞を、日本歌謡大賞では、 放送音楽新人賞。FNS 歌謡祭では最優秀新人賞と多くの新人賞を受賞されています。彼女と同時期にデビューした歌手の中には、清水健太郎さん、榊原郁恵さん、荒木由美子さん、清水幸子さんなどがおり、特に高田さん、榊原さん、清水さんの3人はフレッシュ3人娘と呼ばれていたとか、 凄まじい勢いでブレイクをしていたようですねなんと NHK 紅白歌合戦にはデビュー時である1977年に初出場を果たしており翌年の1978年と連続で出場歌手生活8年の中で計7回も出場されているそうです1979年には落選したものの 彼女の歌手としての人気がいかにすごかったのかがわかります。そんな高田さんの初めてのコンサートは1978年のこと。3月27日に大阪のフェスティバルホール。3月30日に東京渋谷公会堂で開催しました。さらに8月17日から19日には、 彼女の出身地である鹿児島県で外線コンサートも開催しています。歌手としての活動が素晴らしい高田さんですが、彼女は歌手業のほかにテレビタレントとしても活躍していました。特に TBS 系8時台を全員集合や富士テレビ系ドリフ大爆笑などではゲストとして出演し、ザ・ドリフターズのメンバーとコントに挑戦。 茶の間の人気を博した彼女は日本テレビ系「パックラ金大放送でもレギュラー出演していた野口五郎さん郷ひろみさん西城秀樹さん健直子さんたちと一緒に観客を笑わせてくれましたこうして歌手としてだけでなくタレントとしての地位も確立していた高田さんでしたが1985年2月若島津睦夫さんとの婚約を発表 同時に芸能界を引退することも発表されました。若島津さんは高田さんと同じ鹿児島県出身で大相撲の力士でした。南国の黒表とも呼ばれており、当時の人気はすごかったみたいです。彼は幕内だった頃、雑誌インタビューで、理想とする女性は高田水江さんと語っており、その後二人で対談することに、 そこから交際が始まったようですね。高田さんは同年の6月1日に東京厚生年金会館で、6月2日に大阪フェスティバルホールで最後のコンサートを開催。6月5日には若島津さんと一緒に夜のヒットスタジオに出演し、自身のヒット曲メドレーを涙を流しながら歌いました。 これを最後に芸能活動を停止しています。その後、同年9月27日にホテルニューオータニでお二人の結婚式、披露宴が取り行われました。ちなみにこの様子はゴールデンタイムで生放送されています。司会は大相撲ダイジェストの実況をしていた道谷志郎さんが務め、平均視聴率も30.2%を記録するなど、 当時は話題を呼びましたね。そして若島津さんは1987年7月場所で現役を引退。高田さんは松金部屋の女将さんとなって相撲部屋の切り盛りをしていました。引退当初は完全に芸能界から距離を置いていた彼女ですが、松金部屋の女将としてたまにテレビに出演しているようです。 2007年5月11日には、フジテレビ系 D の劇場で、芸能界を引退してから約20年ぶりにスタジオ収録でのテレビ出演もされています。番組内では、松金部屋のパーティーで自身のデビュー曲であるガラス坂をカラオケで披露する様子が紹介されました。その他にも、日本テレビ系、 速報、歌の大辞典では声だけの出演でしたが、司会者の徳光和夫さんとの電話出演を果たし、テレビ画面には高田さんと息子の勝信さん、娘の愛理さんの写真が写されていたみたいです。勝信さんはもともと俳優をしていました。2011年から2014年まで活動しており、花輪家の4姉妹、 彼岸島などに出演していたようです。ちなみに現在は教育事業会社で会社員として働いています。一方、愛理さんは大学2年生の頃から芸能界に入ることを目指していたようで、2011年にファッション雑誌、エッジスタイルにてレギュラーモデルを務めることに、さらに翌年から舞台活動も始めます。 現在は2世タレントとしてバラエティ番組にも数多く出演していますよね。2015年8月3日放送の私の何がいけないのには高田さんと親子共演をされていました。そんな愛理さん、お母さんがアイドル歌手であったことは知っていましたが、物心ついた頃にはすでに引退していたので、歌手としての高田さんを知りません。 高田さんはそんな娘に自分の歌手としての姿を見せこれからの芸能活動に役立ててほしいという思いで2015年の8月8日に「思い出のメロディー」に生出演「ガラス坂」と「私やピアノ」を歌唱引退してから31年ぶりの音楽番組一日だけの歌手としての復活は愛梨さんのためだったのですね。 この時の高田さんは現役の頃と変わらず透き通った歌声を披露し観客を魅了しました。昔と変わらない衰えのない彼女の美声には大手レコード会社の関係者も注目して再デビューを持ちかけたとか、これに対し彼女はチャンスがあればと返事したそうです。歌手としてもう一度活動したいという思いはあったのかもしれませんね。 しかし、そんなとき、若島津さんが入院してしまうという予期せぬ事態に。これによって、芸能界の復帰は未だ果たされていません。若島津さんは2017年10月19日、自転車で部屋に帰る途中に転倒してしまい、倒れているところを発見されました。転倒したときに、側頭部を強く打ち、陥没骨折。頭に血が溜まり、 一時は意識不明の重体だったようですその後は船橋市内にある病院で手術を受け順調に回復命に別状はなく指先が少し動いたりするなど少しずつ反応を示していました高田さんは毎日病院に通い若島津さんのことを見守っていたとのこと彼の病状は順調に回復しているので 高田さんの歌手としての再デビューの可能性もあるのではないでしょうか。今も昔と変わらない歌声を聴きたいと芸能界の復帰を待っているファンも多いと思います。今後の活動に期待ですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。